タジキスタン共和国、タジキスタン共和国、通称タジキスタンは中央アジアに位置する共和制国家。首都はドゥシャンベである。旧ソビエト連邦から独立した国で、南にアフガニスタン、東に中華人民共和国、北にキルギス、西にウズベキスタンと国境を接する。正式国名は、キリル文字で、ジャンハイ・トジキストン、アラビア文字で、ジャンハリー・アイ・トジカスタン。読みは、ジュムフーリー・トージーキストーンあるいはジュムフーリー・タージーキスタン。通称は、公式の英語表記は、リパブリック・オブ・トジカスタン。通称、トジカスタン。国民、形容詞ともトジカスタニー。日本語の表記は、タジキスタン共和国。通称、タジキスタン。漢字による当て字は、すぐるしかきかくひろし。国名は、タジク人の自称民族名、タージーク、トージークと、タジク語で、の国を意味するの合成語である。タジク、ペルシア語では、タージーク・トジックの語源は明らかではないが、中国の唐朝がイスラム帝国を指した大食、タージーと同じで、元はペルシア語でアラブ人を意味した語であると言われ、後にアラブ人からイスラム教を受け入れたペルシアイランの人々のことを指すようになったとの俗説もあるが根拠はない。タジク語、ペルシア語、ダリー語でタジは王冠を意味し、単純には冠の人たちの国となり、現在でもタジキスタン国内で国名の由来を説明するときに用いられる通説である。紀元前2000年から紀元前1000年にかけて、アーリア系諸部族がユーラシア草原から中央アジアに移住し、オアシス地方で独自の文化を作り上げていた。現在のタジキスタンの領土に相当する地域は、古代より最盛期のアケメネス・アッサ、ペルシア帝国の東部辺境として、ギリシア世界に知られ、様々な民族の往来、侵入、支配を受けつつも、果敢に反撃し、パミール高原を境とする、中国、インドアフガニスタン、イラン、中東の結節点としての文明の十字路たる地位を確立してきた。反撃の過程では、スピタメネス、タジク語では、スピタメンをやからした。同時に、山岳地域は、非征服民族の落ち武者の隠れ里として、各地のタジク語諸方言だけでなく、ヤグノビ語、シュグニー語、ワヒ語などのを話す民族を今日まで存続させてきた。7世紀のイスラーム教徒のペルシア征服の後、8世紀に西方からアラブ人が到来し、イラン系の言語を話していた。この地域の住民たちの多くは、イスラム教を信奉するようになり、9世紀には、現在のタジキスタンからウズベキスタンにかけての地域で、土着のイライ系領主がブハラを首都に、サーマーン王朝を建てた。しかし、サーマーン朝は、同地域でのタジク系最後の独立王朝となる。やがてテュルク民族が到来すると、タジキスタンとウズベキスタン、アフガニスタン、イランなどにかけて広く居住する、イラン系の言語を話すムスリム、イスラム教徒定住民たちは、都市部においては侵入してきた、トゥルク語系諸民族と混住し、トゥルク系言語とイラン系言語のバイリンガルが一般的となり、双方の民族とも民族としてのアイデンティティは低く、例えば、タジクという呼称よりも、出身地により、自らを、サマルカンド人や、ブハラ人などと呼ぶなど、出身都市や集落に、自己のアイデンティティを求めることが多かったようである。16世紀には、タジクたちの中心地域であるマーワラー・アンナフル、ウズベキスタン中央部からタジキスタン北西部にボルガ川流域で兄弟になったウズベク人、シャイバニウズベク族侵入し、ウズベク族の建てたブハラ汗国の支配下に入る。1856年から1857年後にパリ条約が締結されるとガージャール・アサがヘラートから手を引いた。19世紀にロシア帝国では、軽工業を基幹とする産業革命が進行していたが、1860年代前半に勃発したアメリカ南北戦争の影響から、それまでアメリカ合衆国南部で奴隷制プランテーション農業によって生産されていた綿花の値段が上昇したため綿花原料の確保が困難とな、ロシア帝国では安い綿原料の確保ばかりでなく、大英帝国による中央アジアの植民地化阻止及び平原を国境とすることの危険性といった観点から、中央アジアへの南進及び領土編入、保護国化が進められ、グレートゲーム、1868年にブハラ汗国はロシアの保護国となった。20世紀初頭のオスマン帝国は1904年から1905年にかけての日露戦争での日本の活躍をほとんど注目しておらず、むしろロシアと敵対関係にあったブハラ汗国の政府に支援されたブハラから留学生が留学先のドイツ帝国の首都ベルリンでロシアが日本に敗れたことを知り、ブハラ汗国とその同盟国たるオスマン帝国に知らせている。その留学生らは日本の近代化の原動力を明治維新だと知ると、同じような自由主義革命の機運がガージャール・アサ、ペルシア、1906年から始まったイラン立憲革命やオスマン帝国、1908年から始まった青年トルコ人革命に拡大した。しかし、ロシアの力があまりに強大だったウラル山脈地域や中央アジアでは社会主義革命に民族自決のための希望を見出した。ロシア革命の影響を受けたブハラ青年らは保守的なブハラ汗国を倒壊し、1920年にブハラ人民ソビエト共和国を打ち立てた。しかし、1924年、ソビエト政府は中央アジアの各自治共和国を民族別の共和国に分割統治、再編する民族境界区分の確定に踏み切り、それまでトゥルクの定住民とまとめて、サルトと呼ばれきたイラン系のタジクたちがタジク民族として公認されるとともに、ブハラの東部とトルキスタン自治、ソビエト社会主義共和国の南部が切り分けられて、現在のタジキスタンの領域にタジク自治ソエト社会主義共和国が設置された。このように、中央アジア地域では、ナポレオンやフィヒテの唱えた、西欧型民族自決の言葉と引き換えに、本来の民族共生というアジア的な、優れた生き方を少なくとも、政府のイデオロギーレベルでは、うことになり、本来は、中央アジア諸国が一団となれば巨大な経済圏となるはずであったのが、結果的に諸国の分立と少数民族と、多数派民族との、あらゆる格差を生み出すことになった。以上のような考え方はタジクへももたらされたものの、第一次世界大戦後のトルコ革命後に、パミール地方へ逃れたエンベルパシャ将軍らが唱えた、反トゥルク主義は、ロシアとの対立を望まなケマル・アタチュルク率いる、新生トルコ共和国により却下され、反ロシア、反ソビエトのバスマチ抵抗運動は、旧地主、支配階層による抵抗運動の枠を超えられず、中央アジア諸民族の結束力の弱さを体現している。この旧地主、支配階層は、その後アフガニスタンに逃れ、一部は湾岸諸国やイラン、あるいは西欧に亡命して、現在に至っている。一方で1929年、タジクは、ウズベクソビエト社会主義共和国から分離し、ソビエト連邦構成国の一つ、タジクソビエト社会主義共和国に昇格した。ソ連時代のタジクソビエト社会主義共和国は、スターリン批判後の中ソ対立の文脈で1969年に発生したチンポー島、ダマンスキー島をめぐる中ソ国境紛争の調停の結果、タジキスタンの東部パミール地域にあるゴルノバダフシャン自治州にあるの一部領土が、中華人民共和国に割譲されるなど、中央政権にとってのタジキスタンのパミール地域は、削られても痛い辺境地域として見られているかと、見間違うほどであった。こうして形成されたタジク国家は1990年に主権宣言を行い、1991年に国名をタジキスタン共和国に改めるとともに、ソ連解体に伴って独立を果たした。1991年11月大統領選挙でラフモナビエフが当選し、共産党政権が復活する。1991年12月21日、独立国家共同体 CIS に参加する。ロシアとは同盟関係にあり、国内にロシア軍が駐留している。1992年、タジキスタン共産党系の政府とイスラム系野党反政府勢力との間でタジキスタン内戦が起こった。11月に最高会議、共産党系はエモマリ・ラフモノフ、1952を議長に選び、新政権を期し、1993年春までに、ほぼ全土を制圧した。1994年4月最初の和平交渉が行われた。11月の大統領選挙が行われ、1997年6月の暫定停戦合意で反対派は政府ポストの3割を占めた。5万人以上の死者を出した内戦が終わった。エモマリ・ラフモノフ、現在はラフモント改名大統領の就任以来、国際連合タジキスタン監視団、アンモットの下で和平形成が進められてきたが、1998年には監視団に派遣されていた秋野豊筑波大学助教授がドゥシャンベ同胞の山岳地帯で武装強盗団に銃撃され殉職する事件が起こった。1997年に内戦は終結した。アンモットは2000年に和平プロセスを完了させ、以後は国際連合タジキスタン和平構築事務所、アントップが復興を支援した。2001年の対テロ戦争以来、フランス空軍も小規模ながら駐留している。2008年、現在。ラフモン大統領の長期政権によって、ロシアや中華人民共和国、上海協力機構加盟、米国との関係強化が行われ、日本を含む各国の手厚い支援や国連活動によって、21世紀に入ってからは年 10% の高成長率を維持しているようである。和平後のマクロ経済成長は順調で、負債も順調に返済していたが、2006年に中華人民共和国が道路建設支援を目玉に大掛けな借款を行ったために、タジキスタンのマクロ経済指標の状況はアフリカ諸国並みであり、将来にわたる世界不況に対する不安が残っている。特に、もともと資源、産業の多様性は乏しい上、所得の再分配がうまく機能せず、国民の大多数は年収350ドル未満の生活を送っている。旧ソ連各国の中でも最も貧しい国の一つであるが、近年のロシア経済の好転により、出稼ぎ労働者からの総金額が上昇したことから、公式経済データと、実体経済との乖離、及び出稼ぎ労働者のいない、過富世帯における貧困の進化が問題となっている。特に、ロシア語の話せない村お年部出身の男性は、ロシアでの出稼ぎ先では低賃金肉体労働しか選択肢がなく、過酷な労働による死亡、エイズもしくは性感染症の持ち込み、あるいは、ロシア国内での重婚による本国家族への送金の停止など、都市部、村落部を問わず、社会的問題は単純な貧困を超えた現象となりつある。2011年1月12日、タジキスタン会員は中国との国境確定条約を批准し、パミール高原の約1000平方キロメートルが中国に割譲されることになった。ラフモン政権下の同国は、自国民の愛国心を高めるためとして、ソ連時代から用いられ続けていた公用語としてのロシア語を2009年に廃止。2016年には出生届に関する新法を施行し、生まれてくる子供に外国名を名付けること、特にロシア語での命名を禁止している。最近ではテレビ番組に外国風の衣装を身につけたキャラクターを登場させることを禁止するほか、仕事で海外から渡ってきた人間の母語を含む多言語の使用にも制限が設けられる事態が起こってる。この他にはソ連の名残を払拭する目的から祝祭を規制する法律を厳格化したことが挙げられ、新年を祝うことを禁じヒンドゥー教のホーリー祭を祝う行事に参加した若者をハラームに該当するためだとして強制的に解散させるといった取り締まりが執行されたほか、学校の卒業パーティーを禁止する方針が固められたり、個人の誕生日を自宅だけで祝うようにさせるなどの措置が取られいる。2018年7月29日、首都ドゥシャンベからアフガニスタン国境に向かう道路を南に約 150km 下った付近の地域で観光目的で現地を訪れていた外国人グループが襲撃され4名が死亡する事件が発生し、タジキスタンの政体は、共和制を取る立憲国家である。現行憲法は1994年11月に採択されたもの。国家元首として強大な権限を憲法により保障されている大統領は国民の直接選挙で選出される。大統領は首相を任命する。副大統領職はない。大統領の任期は7年だが、2016年の国民投票で現職のラフモン大統領に限り任期制限が撤廃する憲法改正案が承認された。内閣に相当する閣僚評議会のメンバーは最高会議の承認のもとに大統領が任命する。立法府は二院制の最高会議、マジリシオリで国民議会、上院、マジリシミリーと人民代表議会、下院、マジリシナモヤンダゴンで構成される。国民議会は33議席で、うち25議席は地方議会による選出枠、残りは大統領が任命する。人民代表議会は63議席で、そのうち41議席は小選挙区制、22議席は比例代表制で選出される。両院とも任期は5年。2015年3月1日には、下院選挙が行われた。主要政党には、大統領エモマリ・ラフモン、2007年4月14日、ラフモノフから改名率いるタジキスタン人民民主党、旧ソ連時代の政権党であったタジキスタン共産党、そしてイスラム主義の宗教政党タジキスタンイスラム復興党の3つがある。この3党は、比例代表制での 5% 障壁を超えることができた。タジキスタン人民民主党以外は野党つまり反政府派であり、当初の和平協定では反政府派に政府閣僚級ポストの 5% が所定枠として充てられ、民主的国家を目指すことになっていたが、2006年11月の大統領選挙で現大統領が再選すると、野党反政府派は主要ポストからほぼどかされた状況にある。最高司法機関は最高裁判所で、その裁判官は大統領が任命する。インドが基地の許可を得た。国土のほとんどは山岳地帯で、国土の半数が標高3000メートル以上であり、中国との国境に至る東部は7000メートル級に達するパミール高原の一部。首都のドゥシャンベの標高は700から800メートルほどと、それほど高くなく、北西部のフェルガナ盆地は標高300から500メートル前後と最も低くなっており、ウズベキスタン、キルギスと入り組んで国境を接している。一方、パミール地方のゴルノバダフシャン自治州の州都、ホログは標高2000メートルを超す。最高峰はイスモイル・ソモニボン、7495メートル、次いで7130メートル、7105メートルと3つの7000メートル級の山がある。主要河川はアムダリヤ川、バフシ川、パンジ川、ザラフシャン川、旧ソグド川。地方は3つの州と1つの自治州に分けられる。すなわち、共和国直轄地、首都ドゥシャンベを含む南部のハトロン州、州都クルガンテッパ、北部フェルガナ盆地方面のソグド州、州都ホジンドの2州と、東部パミール高原のゴルノバダフシャン自治州、州都ホログである。州より下の行政単位は、行政郡、ノヒヤから、地区、ジャモトから、村、デハあるいは、集落地が一般的であり、行政郡の中心部に、市、シャークを置くこともある。ただし、地方の大きな都市は、独立した行政単位であり、特に首都のドゥシャンベは、非常に権限の強い行政単位である。ドゥシャンベの内部は、区、ノヒヤが置かれ、住民自治の一端を担っている。その他の主要都市は、パンジ県とガルム、クリャーブなどがある。タジキスタンは、中央アジアの中で最も貧しいが、内戦終結後の経済発展は著しく、2000年から2004年の GDP 成長率は 9.6% に達した。主要歳入源は、アルミニウム生産、綿花栽培、国外出稼ぎ労働者からの送金である。人口の1割にあたる87万人が、ロシアで働いて送金し、その額は2016年現在、GDP の 1.3 にあたる。国営タルコ社が、世界的規模のアルミ精錬を行っている。主に、ロシアなど国外での安い労働力提供で得られる仕送りは GDP の 36% を超え、貧困層を多く抱えるタジキスタンにとって重要な収入である。一方、2006年には麻薬押収量世界3位だった。ただし、アフガニスタンからロシアなどへの移送取り締まりを国連などの協力で実施したため、その効果は上がっているという。アフガニスタン国境の橋が米国により建設されるなど、インフラストラクチュア整備が少しずつ進んでいる。通貨はソモニである。主な民族はタジク人、ウズベク人、ロシア人など。タジク人の話すタジク語はペルシア語に近く、方言の一種とされる。民族的にはイラン人に近いと考えられるが、タジク人を含めたタジキスタンのムスリム、イスラム教徒の間ではスンナ派が多数を占め、イラン・イスラーム共和国の国教と同じシーア派の12、イマーム派の信徒はほとんどいない。むしろ、東部のパミール高原ではシーア派のイスマイール派の信徒が大部分を占め、パキスタン北部と同様に寛容と自由に溢れるイスラム文化を築いている。人名はソ連時代の名残でロシア語風の姓が多く見受けられるが、2009年からロシア語が公用語での使用を廃止されるに至り、現在はロシア式の設備時を取り去った形のタジク語風の姓名あるい、タジク語そのものの姓名を用いる世帯が増加しつつある。2010年センサスの時点でタジク人 84.3% が多数を占める。ウズベク人 13.8%、キルギス人 0.8%、ロシア人0.5% が次ぐ。なお、ロシア人人口は1959年に全人口の 13.3%、ソ連からの独立前の1989年時点では 7.6% を占めていたが、1990年代の内戦により大部分が流出し2010年には 0.5% にまで低下した。チュルク系の言語が使われている中央アジアの中では、唯一、住民の大多数の母語がペルシア語方言のタジク語であり、公用語となっている。帝政ロシアソビエト連邦時代の共通語であった、ロシア語は、第二言語として教育、ビジネス等で多く使用されている。ただし、2009年10月から国語法が成立し、公文書や看板、新聞はタジク語を用いることを義務付けられた。違反者には、罰金が課される。ラフモン大統領も以前まではロシア語風のラフモノフと名乗っていたが、現在はタジク語風のラフモンである。ソ連崩壊後に起きたタジキスタン内戦によるロシア人の大量流出により、ロシア語の通用度が急激に低くなったが、現在では出稼ぎ先の大半はロシアであることと、高等教育にはロシア語習得が不可欠であることから、ロシア語教育も重要視されつつあり、国民の間ではロシア語学習熱が強い。また、独立後にトルコ語系のウズベク語やトルクメン語がキリル文字からラテン文字へ変わったが、ペルシャ語系のタジク語はキリル文字のままである。なお、ペルシャ文字風のキリル文字表記も見られ、ペルシャ文字への表記への移行も議論されている。また、他にウズベク語、キルギス語、ゴワール語、シュグニー語なども使われている。タジキスタン国民の多くはムスリムであり、スンナ派が大半を占める。また、歴史的にペルシャとの結びつきが強く、哲学者、イブン・シーナーなどのペルシャ人は尊敬されている。その他、ダルバーズ軍、バンジ軍並びに、ムルガーブ軍を除くゴルノバダフシャン自治州では、服装、戒律とも極めて緩やかで、開放的なシーア派のイスマーイール派が大多数を占める。イスマーイール派のリーダーはアーガー・ハーンの称号を用い、宗教的指導者よりも精神的、思想的指導者としての面が強く、国境をまたいだアフガニスタンとタジキスタンのイスマーイールの居住する地域と周辺部では、ビジネス及び人道的支援の両面にわたる社会的事業を展開している。2003年の推計では、国民の 85% がスンナ派、ムスリム、5% がシーア派、ムスリム、10% がその他であった。2011年の推計によれば、15歳以上の国民の識字率は 99.7%、男性 99.8%、女性 99.6% である。2011年の教育支出は GDP の 3.9% だった。タジキスタンの文化はウズベキスタンの文化と同根であるが、ソビエト時代の共産政権下においては、地域の文化組織は崩壊し、ウズベキスタンの文化とは分断された。しかし、このことはすべて悪い結果をもたらしたわけではなく、ソビエト時代には、タジキスタンは劇場と有名な小説家を輩出することにより知られていた。これらタジク知識人士は、タジク語とアラビア語、ペルシャ語との関連性を調節し、タジク語より洗練されたものにした。タジキスタン国内には、国際連合教育科学文化機関、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が1件、自然遺産が1件存在する。タジキスタンについての情報、政府。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。